アンソニー・ジェラードは、イングランド、リバプール出身のサッカー選手。ポジションは DF。判断力の良さと調子を生かした高いヘディングが持ち味。元サッカー選手のスティーブン・ジェラードはいとこに当たる。リバプールで生まれ育ち、エバートン FC のユースチームで、フットボールキャリアをスタート。2004年8月、プレシーズンマッチのシェフィールド・ウェンズで FC 戦で、トップチームデビュー。 しかし、それ以降は、トップチームでの出場はなかった。出場機会を求め、2004から05、シーズン終了後に、アクリントン、スタンリー FC へ、ローンで移籍したが、力を発揮できずウォルソール FC へ、ローンで放出される。ウォルソールでは、ポール・マーソン監督の目に留まり完全移籍を果たした。2005から06シーズンは、年間最優秀選手賞を受賞。 チームキャプテンを務めた。しかし、自身の活躍とは裏腹にチームは、フットボールリーグに降格してしまう。そこでクラブは、新監督にリチャード・マネーを招聘すると、チームは息を吹き返し2006から07シーズンのリーグ制覇を成し遂げ、1シーズンでのフットボールリーグ1復帰を果たした。2007から08シーズンは46試合中44試合に出場。 再び年間最優秀選手賞を受賞した。その活躍から、サウサンプトン FC やカーディフシティ FC など、多数のクラブからオファーが届くも、クラブは断固として拒否。自身も移籍を希望しておらず、現状に満足している、胸のコメントを出している。2009から10シーズンからは、カーディフへ移籍。ここでも十九試合に出場すると、翌二千十から二千十一シーズンには、 ハルシティ AFC へ、レンタル移籍。2012年8月、ハダースフィールドタウン FC へ完全移籍。2016年6月にオールダムアスレティック、AFC を退団し半年間を無所属で過ごしたが、翌年1月20日に、同クラブへ復帰し2年半の契約を交わした。2009年1月4日、ローラ夫人との間に子を授かり、ハリーと名付けた。ありがとうございます。